ハロイチュー、今日はですね、宇多田ヒカルのオートマティック、このね、かっこよく吹く方法、これについてシェアハピしようと思います。はい、はい、はい、ということで、ヒカル姉さんですよ、ヒカル姉さん。アラサー世代はドストライクの世代なんじゃないかな。小学校くらいにこの曲流行ったと思うんですけど、小学生にそんなもうあらゆるジャンルの曲その聞くことって少ないじゃないですか。テレビでやってるなんちゃらベスト10みたいな、そういうのとか、あとまあクラシックピアノやってたんで、まあ、クラシックピアノ、そのピアノで習ったクラシックの曲とか、そういうのはちょっと馴染みがあったかもしれないけど、やっぱこのヒカル姉さんのね、このオートマティックはなんか幼いながらにも、あ、なんかアメリカの音楽ってこんなんなんやろうなみたいな、なんかちょっと漠然と思いましたよね。まあもうその当時なんて外国イコールアメリカみたいなとこあったんで、外国のやつってめっちゃかっこいいみたいな、なんかまあそういうあの感じ、なんか歌い方もそうじゃないですか。なんかバリバリ日本語やのになんか英語に聞こえるみたいな、まあ、そういう人ってなんかちょいちょいいるじゃないですか。でもなんかそういう人って大体音楽めっちゃかっこいいみたいな、なんかそういう説はないですか。なんかまあまあまあ、そう、まあ、そう、まあそれはさておきなんですけど、歌詞もなんか英語みたいやし、でもなんか歌詞そのものは日本語やし、この人なんやろうなみたいな、まあ思ったのが、まあ私のその小学生時代でございました。この曲吹いてみたいっていうこのアラサー世代割といたりするんで、まあちょっとね、なんかまあそういうね、あの当時を思い出してこう懐かしみながら吹いていこうじゃないかという、まあそういう動画でございますね。さっき言ったようにアメリカの音楽みたいなやつけど、やっぱあのリズム&ブルースなんで、このリズムの取り方が結構難しいんですよね。難しいっていうか、ふわ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 吹いてたらやっぱこうぼやけるんですよね、なんかこう音の輪郭が、まあ、そういうところをねちょっと出していくのがちょっと難しいかなということなんですけども、ちょっと頑張っていきましょう。あのどん、はい、ということで、ですね、まあ、あの早速オートマティックをね、短縮バージョンでね、あの簡潔にというか、まあ、あの短い目にねちょっと やれたらいいかな。なんか長いこう全体的に吹くとしんどなりませんか？なんかバテてまうっていうか、なんか一曲丸々やったらしんどなるかなと思って、ちょっとあの短縮バージョンでちょっと楽譜書いてみたんですけど、かっこよく吹くっつったって普通に吹くのとどう違うのかって言ったら、まあ、要するにやっぱりアーティキュレーション、どこにタンギングするかとかしないかとか、ちょっとそういうのをやっぱきっちりやった方がいいんですよね。まあそりゃそうじゃないですか。なんかないじゃないですか。それをまあどういう風にやったら、このね、こう天井低いあのところでわーってやってもかっこよくあの吹けるのかっていうかね、別に天井低いことは別にないかもしれないですけど、最初の A メロの部分じゃん。ファーファーウェイファーソーファーファーうん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 じゃらじゃらじゃらじゃ、まあごめん、あのご存知あの部分ですね。ということで、あのテヌートとアクセントとこのカッコを、まあ、書いてるんですけど、まあ、一つ、これ、まあ、何回も言ってるんですけど、こういうジャズとか、ポップスとかやるときは、どの音もタンギングしなダメなんですよね。その中で、こう、カッコついてるのは、タンギングしない音、音をごまかすんですね。だから、ここの、このミーとかは、まあ、タンギングしないで、ふわっと吹くんですね。で、テヌートっていうのは、ちゃんと、今これファーについてると思うんですけど、ちゃんと四分音部分しっかり伸ばすっていうこと、出だしの部分のタイミングってめっちゃ気使うんですけど、出た後のファーってこの伸ばしてる部分って曖昧になったりするんですね。音出た後のこの伸ばしてるところを楽しむみたいな感覚だと思うんですね、テヌートって。私の中でね、これそう思ってるんですけど、ファーファーミーファーソーファーファーってこれファー
ファーミーファーソーファーファーってじゃなくて、ファーファーイー、これなんかあのファーなんかなんていうかな、レイドバックとはまた違うけど、なんかこうファーグーンってこう、うーん、たるるたるたん、たららたたってこうね、音伸ばしてるところも楽しむ感じですよね。私2回言ってるんですけど、まぁ、ちょっとこれやってみようと思います。のところとか、レーとかもほんまにちょっと鳴ってるかなくらいのすごいちっちゃい音で吹くのがポイントかなって、ね、この感じを出すにはレーはほんまちっちゃく吹くとまあいいんじゃないかということで、あとこのミーのフラットをこう書いてるんですけど、これはもう装飾音符みたいな感じですね。じゃあ次 B メロ、じゃんチャララチャ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 ララのところですね。ちょっとここクレッシェンドするとまあいいかなみたいな、こんな感じですね。ドキドキ止まらない、じゃららららららって、ここのドキドキ止まらない、じゃららららららってららのとこ、なんかここだけちょっと演歌っぽくないですか？なんかこれすごい思うんですけど、演歌っていうか歌謡曲っていうか、泣きのメロディーじゃないけど、コード進行がそう思うのかな？アメリカっぽさの中に、このちょっと日本っぽいメロディーがあって、なんか、そういうところが、ね、受けたんかなーって、ちょっとなんか大人になった私がちょっとまあ思ったりしますよね。まあ偉そうにね、なんか、はい、なんか言ってますけど、ちょっと、まあ、アーティキュレーションもこんな感じでね、ちょっとやってみようと思います。ということで、ちょっと一回ね、吹いてみたんで、ちょっと、全然やってみよう。全部ね、通してね、ごちゃごちゃ言ったこと全部通して、ちょっと、やってみようかなと思います。
チャンネル。はい、あのいかがでしたでしょうか。まあそういう感じでね、ちょっとなんかあのこうもうちょっとこう息ってイエーイみたいな感じでちょっと吹くと、まあそれぐらいがもうこうやりすぎみたいなのが割とちょうどやってするんですよね、このシャイな私たちにとっては。じゃやりすぎやろくらいがちょうどバランス取れて、まあいいんじゃないかなって、まあちょっとまあ思ったりするんですけど、まあそんな感じでーす。はい、いかがでしたでしょうか。この動画を、まあ、作るにあたって、やっぱ宇多田ヒカルってやっぱすごい、あ、めっちゃかっこいいなと思って、まあいろいろな曲聴いてたんですけど、オートマティックに関して言えば、確かに夏メロかもしれないんですけど、でも今もバリバリ現役で働いてる、なんか働いてるっていうか、なんていうの、音楽活動してるじゃないですか、ヒカル姉さんは。ヒカル姉さんっていうか、宇多田ヒカルは、こう、どん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 、こう、自分の、宇多田ヒカルのその音楽性にこう磨きがかかってっていうか、やっぱ尖らせてるっていうか、あの、オートマティックとかは割と、まあそれもすごいことやと思うんですけど、大衆的にこうバーンと売れたっていうか人気があったけど、今って割と結構音楽好きでめっちゃ聴きますみたいな人に受けるような、ちょっと聴いて良さがスッとわかるんかなっていうような曲だったり、なんかするんですけど、私は、でも、宇多田ヒカルで、ちょっと好きな曲なんですか？私、うん、それこそこのオートマティックの B 面、これ B 面っていう言い方も、だいぶ古い、てか今の、なんか10代の子とか、B 面ってはぁみたいな感じかもしれないですけど、オートマティックの、そのシングルの後ろかなに入ってた、あの、Time Will Tell っていう曲あるんですけど、Time Will Tell 時間が経ってばわかる、ぬぬぬっていう曲あるんですけど、知ってる人いますかね。でもいると思うんですよ。私あの曲が結構好きなんですよね。っていう、なんか、そういう、なんていうかな、メジャーでこうバーンと売れてる、やつっていうか、まあ、言ったら、宇多田ヒカルだったら、ファーストラブとか、なんかあんなあると思うんですけど、だからそうじゃない曲が好き、みたいなんて、これ結構あるんじゃないかなって、私めっちゃあるんですよね。そんな誰が好きなみたいな曲めっちゃ好きやったりするんですけど、これもね、あの、ピアスコアっていう、あの、楽譜販売サイトで、ちょっとね、私も最近ちょっと、あの、生きて、あの、ちょっと楽譜販売始めたんで、ここでは、テナーバージョンも売ってるんで、もしよかったら、テナーサックスの方とかね、購入いただきましたら、ちょっと私も、嬉しいかな、みたいな、ちょっとそんな感じでございます。ということで、今日は、これで、終わりです。この動画が、面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を、チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。